国民生活センターはまつげの美容液を使って目が腫れるなど健康被害の相談が急増していると発表しました国民生活センターによりますとまつげに張りや腰を与えるなどとしているまつげ美容液を使って皮膚に痛みやかゆみを生じたり目が腫れるなどの相談が急増しています相談は昨年度だけで300件近くに上っていて中には 角膜が傷ついたため、手術を受けたというケースもありました。皮膚科の専門医は、目の周りは皮膚が薄く、トラブルが起こりやすいと指摘していて、国民生活センターは、まつげ美容液の使用中や使用後に肌に赤みやかゆみ、腫れなどの異常が現れたときには、直ちに使用を中止するよう呼びかけています。また、インターネット販売サイトで売られている商品を調べたところ、 頭髪用の育毛剤がまつげ美容液として販売されていた例もあったということです。